久しぶり。久しぶり。<laughs> また会えて嬉しいです、はい。ありがとうございます。私たち BB モデルです。あ,<っ>ありがとうございます。<通>意外と実は共通点があったりされるんですよね。共演の歴史と言いますか。今瀬さん、はい、今瀬さんの楽曲「恋ごろ」のミュージックビデオには山崎天さんがご出演されてたり、はい、ありがとうございます。うん、そ,そ,そしてナイトダンサーにはミュさんが。 はい、登場されたりと実際にお会いすることははもうあのそのそ時に、はい、MV の時にお会いしまして、はいまあ、本当に今回このような素敵なショーでまた、うん、あのお会いすることができてすごく嬉しいです、ね、素晴らしいこうまた横に並んでいただきましたそしてツナケイトさんと苗菜ノさんは、うん、恋と狼には騙されないはい。えーはい 久しぶりいいですね、なんか朗らかな感じで <laughs> そして綱さんと莉子、えー、さんは、はい、2024年1月26日公開違う惑星の変な恋人、はい、こちらですねもう、あのー、記者発表会とかで最近もよく顔を合わせられているんじゃないですかそうですね,ですね最近会う機会多くて、はい、こんなキラキラしたステージでまた会えて嬉しいですあ,ありがとうございます。 私たちビビモデルです。ありがとうございます。共通点はビビモデル。だはい、同じ雑誌です。ね、この並び、素晴らしい並びです。ねみんな共通点があって。素晴らしい並びで。ありがとう。俺だけ生涯で浮いてんだけど。いやいやいや、そんなことは。じゃない、じゃないですよね。共通点あったら気持ち悪いだろう。あ、一言で表すとということでなんですが。山崎さん、いかがですか。はい、私はおばあちゃんになっても愛用したいものです。 はい、いいすごい。なんか <laughs> 共感。宇治さんされました。けれどもかわいいな。<laughs> なるほどラ <laughs> ストアイテムですよね。うん、おばあちゃんにもなっても履きたいというのはどんな思いからなんですか、うん？そうですね。私はおばあちゃんになっても踊り続けたいなと思ってるので、うんうん、まあ、歩きやすいですし、やっぱりスニーカーの方がはい。もう死ぬまで履き続けたいなと思います。ありがとうございます。